日本には様々な分野でパイオニアと呼ばれる人がいます。そしてモータースポーツの世界でも日本一速い男という言葉を欲しいままにした一人のレーサーがいます。後発の若く才能あるドライバーたちに実力で並ばれてもなお、彼は常にそう呼ばれ続けたのです。その人の名は F1 ドライバーエディ・アーバインに、日本には星野というとんでもなく速いやつがいると言わしめた星野和義さんです。日本一青いスカイラインが似合う男とも言われています。通算133勝21の4輪タイトルを獲得した希代のレーシングドライバーの50威不4年にわたる闘魂の軌跡について、今回は1976年に行われた F1 日本グランプリの話題を中心に、記憶に残りそして記録にも残るそのレースキャリアを振り返ってみたいと思います。星野和義さんは1947年7月生まれ、静岡県静岡市出身。10代後半から二輪レーサーとして活動するようになり、日本のトップライダーになります。その後1969年に四輪の世界に転向し、1970年代からは四輪分野でも頭角を現し、1974年には国内フォーミュラ界の最高峰クラスである F2000 選手権にデビュー。1975年には全日本 F2000 選手権、現在のスーパーフォーミュラチャンピオンとなりました。この70年代中期から後半にかけて、日本ではいわゆるスーパーカーブームが沸き起こっていました。フェラーリやランボルギーニ、ポルシェなど海外の優れた車に注目が集まり始めました。また漫画サーキットの狼も連載が開始され、車に対して国民的な関心が大きく高まる中、そんな折も折日本で F1 グランプリが開催されることになったのです。現在こそモータースポーツのファンには星野和義さんの名前は広く知れ渡っていますが、当時はここで初めて長谷見雅弘選手とともに国民的な関心を呼ぶこととなるのです。その勢いに乗って F1 グランプリにもヒーローズレーシングから参戦したのです。当時はプライベートチームでも F1 マシンを購入してスポット参戦が可能だったため、前年モデルのティレル 007DFV で出走したのです。当日のレースはニキラウダが途中棄権したレースとして有名なほど大雨で、視界ゼロという地獄のようなコンディションでしたが、一時3位を走行するなど国際試合でもその類稀な速さを見せつけます。予選こそ21位と振るいませんでしたが、決勝ではブリヂストンのレインタイヤの助けもあって、雨の中で鬼人のごとき激走を見せて、ジョディ・シェクターら F1 トップドライバーたちをぶち抜き、世界への扉を開くかと思わせたのです。しかし無情にも雨は上がってしまいます。タイヤ交換のためピットインするもスペアホイールがなく、無念のリタイアに終わったのです。翌年の富士 F1 グランプリにも国産マシンの KE009DFV でエントリーしましたが、マシンの調子が上がらず予選決勝とも11位。この時29歳、星野さんの F1 グランプリはこれで終わりを迎えることになったのです。しかし彼を見た国外のレーサーがそう呼んだのか、はたまた日本のライバルが呼んだのか、いつしか星野和義さんは日本一速い男と呼ばれるようになっていたのです。星野さんは1990年前後にとある CM に日本一速い男として登場していたものの、当時はすでに F1 の世界で中島悟や鈴木亜吹が活躍していた時代のため、なぜ F1 にいない人が日本一速い男と呼ばれてきたのか疑問に思う人もいましたが、生まれる時代が少し早すぎてフルタイムの F1 ドライバーになれなかった星野さんは、国内で戦うしかなく、中島悟が1987年に F1 に行ってからは日本のシリーズ内で戦うドライバーの中では一番速いドライバーであったからとも言われています。そんな星野さん、実は過去に数回 F1 のオファーを断っていると言われています。頂点である F1 には持ち込み金という風習が存在し、メーカーからのサポートが受けられない者たちは F1 のシートをお金で買うことになります。しかし有名な彼のプロは金をもらって仕事をするものだ、1円だって払ってはいけないという確固たる信念に基づき、彼はこれらのオファーを断るのです。逆に言えば持ち込み金の2000万円さえ払えば F1 のシートも届いてしまう位置に星野さんはいました。 F1 のシートの価値を考えれば決して法外な値段ではないはずです。
しかし星野さんは日本に残り、日産ワークスドライバーとしてグループCカーによる耐久シリーズ F2 などに参戦。日本一速い男として職人のようにひたすらに勝利を収めていきます。1980年代においては全日本 F2 選手権、1978年に F2000 から解消にて中島悟らと毎年のようにチャンピオン争いを繰り広げ、40代に突入した1990年代に入っても全日本 F3000 選手権 F2 から解消にて何度もチャンピオンを獲得しました。1998年には世界三大レースの一つであるル・マン24時間耐久レースにて鈴木亜久里、影山雅彦と組んで3位表彰台を獲得します。特に当時人気が急激に高まっていた全日本 GT 選手権では97年に当時26歳の本山聡を起用したのを皮切りに、98年は黒沢拓也、99年には影山雅美、2000年には再び本山と、まるでレーシングドライバーとしての帝王学を授けるかのように若いドライバーをパートナーにして参戦を続けました。しかも98年は未勝利ながらも着実にポイントを稼いでシリーズ3位を獲得。本山とのコンビを復活させた00年には1勝を挙げて再びシリーズ3位、最高峰クラスでも依然として速さと勝負強さを発揮し、50歳を超えてなお日本一速い男としての存在感を見せつけたのです。しかし00年のミネサーキットで行われた全日本 GT 選手権シリーズ第6戦での勝利が星野さんのドライバー生活における最後の栄光となりました。その33年間で星野さんはただの一度もレースを楽しんだことはなかったといいます。彼はインパルト、資金を提供してくれるスポンサーや関連企業と、そして熱い視線を送るファンの期待を一身に背負い、重圧と対峙しながら疾走していたのです。しかし2001年はシリーズ13位と精彩を欠き、2002年の第5戦富士スピードウェイシーズン中というタイミングで星野さんは現役引退を表明します。実はヘルニアから来る腰痛に長い間苦しめられ、時にうなり声を上げながらステアリングを握り続けていたのです。星野さんは自分自身をクビにするのが良いと思ったと語り、若きブノワ・トレルイエにそのシートを譲ったのです。2002年にドライバーを引退してからはスーパーフォーミュラに参加するインパルチームの監督として活躍しています。星野さんが55歳になるまで走れた理由、それは良質の筋肉と驚異的なテスト回数にあるといいます。デイトナ24時間に行った時にトレーナーの人に言われたんだけど、筋肉の質が良いらしいね。体力や筋力を維持するためのトレーニングは全然したことがないよ。その点は親に感謝しないとね。また80年代当時のインタビューでは、雑誌の読者からの質問コーナーで長嶋監督に続いて王選手まで引退してしまいましたが、星野さんはどう思いますかという問いに、当時の星野さんは王選手本人はホッとしているんじゃないかな。バッターボックスに立っても王だったらみんなホームランを期待して見てるわけだろ。だから最近の王は球場に行くことが楽しくなくなったんじゃないかと思う。プロの世界でやっていくには必ず限界ってものがあるから、今度の引退は残念だけどしょうがないって気もするんだ。人間は引き際が肝心だからね。プロでは2位ってのはダメで1位取れなきゃしょうがないんだから。そしてご自身の引退の後こう答えています。同じ気持ちだよ、昔も今も。さらに後年監督としての立場については、監督になった当初は俺が前に出過ぎていてうまく物事が回らなくて苦労した。インパルの方は金子がうまくやっていたから、レーシングの方は俺がうまくやろうと気負って俺がとやりすぎていたんだね。一度チームのミスでホイールのロックナットが外れて勝てるレースを落としたんだ。その時内心ではムカムカしているんだけど、表には出さずにチームにはそういう失敗は次からしないで頑張るようにしろって声をかけたんだ。声をかけられた方は泣いてたよ。だけどそれから会社で自主的にタイヤ交換の練習を重ねるようになって、それ以降完璧に行くようになった。ビジネスの面でも若い人に任せるようになってきたとは思う。商売のミーティングにも大事な時には出ているけど、3歩下がって聞いて最終的な決断だけしている。もちろんビジネスのミーティングでも意見がぶつかることは珍しくないよ。でも
ぶつかって意見を言い合う方がいいんだ。俺も70歳になった。あっという間にこの年齢になっちゃった感じがするね。若い頃は70歳はおじいちゃんの年齢だと思ってきたけど、昔とは環境も食べ物もいろいろ違うから、今自分ではおじいちゃんになった気はしないんだ。昔はレースが近づくとジンマシンが出た。それくらい入れ込んでいたんだ。最近はジンマシンが出るようなことはなくなった。商売のことが気になったりするとチラッと出たりすることがあるけど、昔のようなことはない。そこまで気持ちが張り詰めなくなったというより、レーシングカーを降りてからいろんなことを学んで自分の周りのことをうまく回せるようになってきたからなんだろうな。そう思ってる。モータースポーツの世界で時代の先端を一気に駆け抜けてきた星野和義さん、その言葉の一つ一つからは勝負の世界で得た経験と同じ時代を生きた者にしかわからない悲哀が込められていると感じます。これでこのお話を終わります。この動画がなかなか良いと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。